前回のフォームは巨人の菅野と、ホークスの近藤だ。MVP を取ると予想して見事的中したな。今回も誰のフォームか当ててみるんだな。今日の相手は4位楽天だ。連敗脱出託したぞ。今日の相手は楽天か。完封勝ちして楽天ポイント334万ポイントいただきだ。なんでや。イーグルスの先発は右の藤平、フェリックスの先発は右のブラック、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。先発は藤平か。ここまで負けなしか。これは誰のフォームかな。そこナイバッチ。ブラック、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番リリー。現在の打率は2割1厘。一塁ランナー、これももらい。投げました。外れた。ナイスー。ランナーが三塁に。ギリギリだったがよく決めたな。先制だ。今日も無失点記録を継続するぞ。ミスターゼロブラックに期待だぜ。1回の裏、1点を追いかけます。イーグルスの攻撃。さあ投手は誰のフォームかな。投げました。外角低めいっぱい、ストライク。第2球。これは難しいな。投げました。ボール。次は4球目。投げた。打ちました。ハードグラウンドで取りました。第3球を投げた。変化球。空振り三振。投げました。打った。入江、ボールを掴んだ。一塁間に合わない。クソだ。バッターは4番バッティー。走った。第2球ボールを2塁。余裕でアウトだ。盗塁を阻止しました。俺様から簡単に走れると思うなよ。ほんと盗塁減ってきたよな。1回が終了。5位セーブとは2ゲーム差か。1点リードは変わりません。2回の裏、1点を追う構成。さあ5球目。空振り三振。第2球投げた。いい変化しなかったな。浅村、投球はこれから3球目。ストライク、見逃し三振。投球はこれから3球目。はい、オッケー。空振り三振。ブラック、見事ランナーは出したが関係ないな。投球を見せました。2回。フェリックス、この回1番からの好打順になります。5位バッターは指名打者ブラック。通算155本塁打まであと6本として初球を打ちました。抜けたー。抜けた。窮屈な打撃だったけどヒットにしたな。いいバッティングを見せました。バッターは2番入江。今日2度目のバッターボックス。タッチはセーフ。第9位、一塁ランナー走った。ストライクになった。キャッチャーセーフ。盗塁成功。ブラック。第2球流し打ち。どうだ。正面右へのライナー。これでワンアウト。ランナーは2塁変わりません。左バッターボックスは3番茂木。いただき。完璧。ブラック走る方も絶好調だな。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。おや大食いホームラン。明日は雨だな。これからイーグルスの攻撃に入る。いきなり173キロ。第2球打ちました。くそ、先頭出たか。さあ5球目。シンカー、見逃し三振。変化球にキレがあります。変化球、空振り三振見せました。バッターは2番打ちました。引っ掛けた。ブラック早すぎはロタ。ライリー自らベースを踏んで3アウト。1人だけおかしなことやっとる。セーブのブルってやつもすごいんだけどな。イーグルスこの回はクリーンナップからストライク。追い込んで投げました。内角高めいっぱい見逃し。アウトコース低めいっぱい見逃し。投げました。3者連続三振。このまま無失点のままゲームセットだ。一発には気をつけないとだな。4回までが終了しまして4対0です。フェリックスこの回は打順よく1番からの攻撃。楽にしてやろう。 DH のブラック。第9投げました。オフ行きました。これで5点差。今日は余裕そうだな。ブラックももう54本目か。エラーしたやつは破壊するからな。5回の裏、5点を追いかけば5球目。低め、空振り三振。投げた、スライダー、空振り三振。投球これから2球目。俺だ。ブラック、アウト、スリーアウトチェンジ。ブラックサクサクだぜ。3人で抑えています。気を抜くんじゃねえぞ。イーグルス、この回の攻撃、第3球を投げました。打ちました。三遊間のゴロ。茂木、ボールを取る。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。投げました。打ちました。これは内野ゴロ。茂木、掴んだ。アウト。これでツーアウト。ラストゴロ。破壊。投げました。打った。バットが折れました。入江、下がって。この回は打たせて打ち取ったな。たまには省エネしねえとな。中盤まで終了しまして、5対0です。さすがに変わったな。7回です。今日3打数3安打、ブラック通算150。おいこら、これはいけない。第9投げた。おら、打ったい当たりだ。センターへの打球。超えた。ザコが。ランナー一塁蹴って二塁も狙う。無理か。二塁送球。ブラックツーベースヒット。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。第9もらえ。投球ボールキャッチャーセーフだ。成功。ランナーが6点目だ。7回の裏、イーグルスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは辰巳。第9打ちました。これはセカンド真正面。ボールを掴んだ。遅すぎだ。エラーはしなかったけどな。バッターは4番バッティ。第6球を投げました。打った。どうだ。ファーストから2塁送球。セカンドフォースアウト。ゲッツーきたー。およくやった。ギリギリだったけどな。2000本安打の好打者。3球を投げました。はい、オッケー。逃げるスライダー。空振り三振。ランナー出しても問題なしだぜ。6対0。イーグルスラッキーセブンは無得点で終わりました。代打か。追う展開で迎える8回です。バッターは不屈の男島内。第9初球。センター前進。あん、ザコがピン。島内投げた。内角低め。空振り三振。8番村林。初球から打ってった。惜しい。蹴飛ばすんじゃねえよ。ピンチか。記録はセカンドのエラーです。ピンチを広げています。さあここは守りどころです。ミスターゼロブラック大抵。これくらいで PP 騒ぐな。いきなり173キロ。初球ストライクから投げた。パワーカーブはストライク。第3球を投げた。1球外してボール。第4球を投げました。オッケー。低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッターはあとはナウト。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9さあ次の投球。投げました。ストライク。追い込んで第3球を1つ外したボール。投げました。低め。振らねえか。投球これから。三振。空振り三振。最後はキレのある変化球。残念だったな。今日も完封でいけそうだな。6対0です。ブラックスリーベースでサイクルだぜ。ワンアウトランナーなしという場面でブラック通算150号本塁打まであと5本としています。スリーベースヒットが出ればサイドヒット達成。打った。ダメか。ここは守備に阻まれました。これでツーアウト。さあ完封勝利まであと3人。最後まで気を抜くなよ。第9投げました。惜しい。ボール。さあ次の投球。投げました。内角球空振り。173キロのまっすぐです。投げた。3球目ストライク。投球これから4球目。外れたボール。次は5球目。投げた。くれよ。ボール。第6球を。クソが。あと2人。リプレイで見るとフォームはあの選手だな。3番辰巳。第9変化球ストライク。インローへ。まずは決めてきました。第2球投げた。シンカーはボール。第3球を投げた。追い込んだ。インコースへ。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。あと1人。余裕すぎるな。でも一発には気をつけろよ。フェリックス、ここは何としても抑えたい場面。第1球投げました。見送ってストライク。第2球あっさり追い込んだ。さあ次の1球が最後となるか。ふんふん、勝ったでー。ブラック、見事なピッチング。これでまた自責点0は継続だな。さあいっか、無失点記録はまだまだ継続だ。楽天ポイント334億用意するなら移籍してやってもいいぞ。なんでや。今日は打たせて取ることも多かったな。ブラック今日もよく投げてくれた。ふん、これくらいは普通だ。本当にどこまで無失点継続するか楽しみにしてるぞ。ふん、お前か。よかろう。引き続きしっかりリードするんだな。通算155本塁打まであと5本としています。初球打ち流した。いい流し打ち。ブラック二塁も狙う。中継。バッターランナー二塁でストップ。ブラックツーベースヒットを放ちました。フェニックス先制のチャンスを迎えます。さあ先制のチャンスにバッター入江。下手くそね。あらら。送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッター茂木。バントミスをしっかり帳消しにしていく。別に入江のために走ったわけじゃねえんだからな。投球8球目投げた。打った。これはちょっと浅いか。は？なんか来た。まさかのエラーかい。ふん、どこが。まずは1点先制。レフトからサバブラック通算150もらいパクーン。いった一直線。入ったホームラン。これで3点差。今日は今永出し連勝いけるかもな。ふん、最下位脱出のためにもしっかり投げるんだな。リードを3点に広げます。素晴らしい一発にチームメイトも祝福という場面でブラック打ちました。初球ショートバウンドボールを取った。二塁フォーサーダブルプレーは逃れました。これでツーアウト。バッターは2番入江。今日はピッチャーフライと三振。第9球ランナースタートを切った。投げました。二塁送球を盗塁成功。フェニックス投球これから5球目。打った。センターフライか。センターフライ飛距離は残念。これで3アウトになります。第9投げました。高めボール球打った。落ちたボール球を無理やりヒットに。ウソが出ちゃった。チーライリーナイス。さああと1人だ。今永完封しろ。よし、ちゃんと取れよ。落下点で構えます。勝ったでー。今永よく投げ切った。この前の俺の助言が効いたようだな。ブラックと今永で連勝。この調子で勢いがつけばいいが、他の先発投手陣次第だろうな。お前か。そんなことしてねえで練習するんだな。あばよ。もしもし、俺だ。ブラック?まさか本当に楽天に移籍するんじゃ。んなわけねえだろ。打順を変えろ。打順、俺を4番にしろ。なるほど。まあその方が得点増えるかもな。わかった、4番で起用していこう。ふん、それでいい。ブラックが4番になって俺は1番だぜ。しっかり塁に出るんだな。あいさ。ランナーは出ずか。もらい。お、これはどうだ。これはヒットになります。ボールが点々と転がっている。中継。回るぞ。打ったバッターは一気に三塁へ。ダメか。クソが。これでワンアウト。投げました。同点だー。いった。これぞ4番の仕事だな。とにかく俺の前にランナーを貯めることだな。さあ試合はまた振り出しだ。何？あらら。さあ6球目投げた。打ったホームランでも1点差だからな。ランナーになって翻弄してやる。塁上からの約束で第6球をブラックスタート打ちました。最低限ボールを取るアウト。ここは意地を見せてほしい。終わったな。これが2度。第4球は打った。惜しい。一塁送球アウト。負けたぜー。最後の打球惜しかったけどな。連勝ストップか。あのカーブ見逃し三振がでかかったな。マーキを取り直してまた頼むぞ。これで奥井に代打丸の伝授完了だな。今は必要ないのに。衰えてきた時のためだ。今月は両方ブラックやろな。当然だ。負けなし防御率も無傷。ふん、打つ方もおかしなことやっとる。俺で両方確定だろう。野手の方は絶対に抜かれないやろな。俺だ。暇つぶしに公園にでも行くぞ。交流戦前にリフレッシュだ。また暇な時誘ってやる。今度はルーキーか。奥井。俺じゃねえよ。あいついつかホームスチール決めてやるからな。あんさらさないであげてー。使えんルーキーだ。大高四郎。結構打ってやがるな。大内の野手陣はいけるやん。土肥は全然だけどな。うちの本職キャッチャールーキー軍団期待だぜ。さあいよいよ交流戦やでー。ふん、覚悟しろセリーグども。今日から交流戦だ。相手は中日だな。中日か。素晴らしい監督。去年は変な威圧感で打ち損じが多かったが、今年はどうなるか。通算150号本塁打まであと3本としています。もら。何？アンブラック。またあの威圧感が。よこせ。ふん、大逆転だ。ダイレクトじゃなくてワンバンで補給したのか。ちょうどベースを踏んでゲッツーだぜ。焦らず冷静だったな。ほら、血打球上がらなかったか。中継ブラックナイスバッティングです。これでにさあ6球目ランナー整理した。おけけ。外れてファウル。高城受けよう。2人目のフォアボールです。でも次が6球目ランナー自動的打った。フラフラッターがった。村松落下点に入った。取ってこれでスリーアウトチェンジ。次が4球目投げました。打った。どうだ。宇宙間へ持っていきましたが掴みました。もう一伸び。これでワンアウト。ランナーフェリックス追う展開で迎える8回です。ブラックホームランで楽天だぜ。任せておけ。あと3本としています。第9投げた。打った。スプリットかよ。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。まっすぐだったら掘り込んでいたのにな。負けたでー。やっぱり中日戦ではあっちのベンチから謎の威圧感を感じるな。ブラック4番としての仕事しっかり頼むぞ。今日の先発は放送か。ちょま。入れば先制だ。伸びていった。ああ、何やってんだよ。いきなり先頭打者ホームランか。中日強いな。白球あの上にもないとスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。フェリックス同点のチャンスを迎えました。ブラック同点のチャンスだぜ。ここで打つのが4番だぞ。任せておけ。ひときわ大きな声援が聞こえます。第9投げた。おや。打ちました。入れば逆転だ。センター交代。何？もう一伸び。今度は掘り込んでやろう。バッターブラック。通算150号本塁打まであと3本としています。クソだー、シャーメン追いつかれたか。ボックスにはグリーソン打ちました。取れない。セサルー急ぐ。中継。クソったれ、逆転されたか。ブラック今度こそ頼むぜー。ホームランで同点だ。通算150号本塁打まであと3本としています。危ねえ。今日はセンターフライとショートライナー第1球、危ない球第2球投げた。おいほら、2球続けてはあかん。覚悟はいいな。投げた、見送ってストライク。第4球を投げました。ピンスいったー、いったー。これで同点。ブラックよくやってくれた。中日戦はフライないバッティングが多かったからな。謎の安感効果でだな。ストレートを狙い撃ち。チームメイトが迎えます。見ました。踏ん張れ。ピンチを迎えます。ランナー一人。まずい。打球はレフトへ。セサルー、ホームには行かせねえぞ。ブラックナイスカバー。これはショットブラック。レフトのエラーです。フェニックス、なおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。やばいよやばいよ。投げました。打った。前進守備サード左。茂木ボールを取る。タッチはアウト。これで2。一塁は間に合わないか。タッチアウトはいいプレーだったけどな。またリードされたか。4対3。ブラックホームランでまた同点だぜ。頼むぞ4番。ブラック第9初球外れても投げました。クソスプリットか。一塁へ送る飛び込んだ。クソが大珍しい。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。負けたー。今日も負けたか。ホームランは打ったがその1本だけか。中日戦になると不振になってるな。どうせあと1試合だ。息抜きに行くぞ。さてどうするか。久々にダーツでもするか。誰が嫌がる？高橋がいるな。確か明日先発だったな。明日は俺にしっかり打たせるんだな。八百長かな？しっかり頼んだぞ。賭博の証拠もゲットだ。この今日の先発は国吉さんか。先頭バッターは村松。投げました。打った。俺だ。ブラック交代。取りました。これぞ第6球をランナースタート。おい。2者連続のフォア。バッターは5番細川。次が6球目。おいこら。4球目祭りやかん。これで塁が埋まりました。バッターは指名打者石川。さあ6球目ランナー一斉にスタート。結局三振かよ。自作自演かな。今日はいつもより荒れてるがどうなるか。国吉ツーアウト満塁のピンチでしたが王先生だ。昨日の賭博ダーツの件を隠してほしいならわかってるな。こらこら、おいこら、まっすぐと思いきやスプリットをなめたまねしやがって。左バッターボックスはライリー。第9ランナースタート。外れた。キャッチャー二塁送球。盗塁成功。ランナーが1つ先の塁。さあ5球目打ちました。ショート、これは守備範囲内。一塁送球ダメか。スリーアウトチェンジ。宮陣はゲッツー体制。投げた。打ちました。当たりそう。ライン掴んだ。二塁送球。二塁フォースアウト。一塁はどうか。アウト。同点のピンチを迎えます。打ちました。一二塁抜けた。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。同点か。ぐぬぬ。第7球を投げた。また4球か。国吉さん頑張れ。バッターは4番グリーソン。フェニックス一打負け越しのピンチ。ピッチャー返し。ショートバウンド。おまけだ。なんとか耐えたな。では2回の表が終わって1対1。今日はマシンガン系統になりそうだな。またかよ。4球多すぎ。中田2番とか。こっちだ。国吉耐えろよ。ああ、何やってんだ。勝を許します。2対1。あんブラック一発で同点だ。ブラック頼む。次は必ず打つ。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第1球第2球投げました。外れた。ボール。第3球を投げました。もらいこれで試合は振り出しだ。ブラックそれでこそ4番だぜ。俺がこの試合勝利に導いてやろう。大ブラック期待してるぜ。だから俺様の前に出塁するんだな。素晴らしい一発をベンチも祝福。国吉変わったか。まずい右中間真っ二つだ。中田二塁回った。中継。中田三塁回った。サードサード。よっしゃー。中田何やってんだ。なんか知らんけどサードの中田をさせたな。王がキャッチしたからいけると思ったのかな。最近飛び出して刺されるケースが多いな。最弱選手たちを舐めたらあかんでー。二上頼んだぞ。俺の出番来たか。まあ任せときんしゃい。二上期待してるぜー。あー疲れた。おいこら。あい。何やってんだよ。あ、あはははは。おいこっちまで来たぞ。あ、あはははは。こいつら。ってことでさいなら。お前もう交代かよ。マシンガン系統か。こいつももうバテてやがる。もう。これで勝ち越されたか。相変わらずのリリーフ陣だな。さあブラックまたホームランで同点やで。ノーアウトランナー一塁という場面でブラック。同点だー。ブラックよくやってくれた。これでまた試合は振り出しだぜ。だがマシンガン系統だからな。すぐに失点するだろう。どうせリリーフ陣しっかり頑張るんやで。お頑張ってる。ブラック勝ち越し弾頼むぜ。ここでツーランが出れば逃げ切れそうだな。追いつけいぞ。笑った。さっさと投げろ。これは作戦かな。落ち着けよブラック。小細工しやがって。次だな。カウントを取ってくる球を狙うぜ。ピンス。いったー。くだらん小細工も全く無意味だったな。これで2点差。なんとしても逃げ切ってくり。最後まで気を抜かずにしっかり守れよ。あっと飛距離。得点を上げたい9回です。バッターはブライト。フェリックス。ここは何としても抑えたい場面。打ちました。これはセカンド正面。入江取った一塁送球。勝ったでー。3連敗は阻止できたな。今日はブラックがいいところで打ちまくってくれたからな。マシンガン系統もまあまあ働いたがな。それほどでも。てめえは綺麗だろ。この二上。今日は国吉さんが大荒れだったからな。リリーフ陣もよく頑張ってくれた。ブラック今日は4番らしい活躍だったぞ。ここまで結果をあまり出せてなかったからな。中日戦もこれで終わりだし、ここから期待するんだな。お前か。断る。なんだ？おお、そういえば。こんなもの通過点に過ぎん。去年と同じく中日戦で謎の威圧感を感じ、2試合目までは全然だったが、最後は打つことができたな。続く。